はい、どうも。まあ、サクッと美味しい朱印豆腐でございます。じゃあ、今回は、寝る暇を惜しんでやってるわけではありませんので、集中していきたいと思います。できない。これはすごいな。こんな仕掛けがあるんですね。うん。これは初めて知りましたね。自分。これがあるとリンクできないんですね。はい。定位置でしかリンクはできませんよっていう印ですね。まあ一応言っておきますけど。まあ一種の遮りですね。一応言っとくと。あ、もうクリアですね。今後この遮りが 最大の敵になるかもしれん。まあ、サクッとクリアできただけまだマシですね。まあ、前回のあれが本当にひどかったおかげですかね。ここまでサクッときましたね。また箱をすべて開けてが来た。あ、ちょっと今ブーブーブーってなったかもしんないですけど、ごめんなさいね。まあ、自分のちょっと、グノシーがちょっと反応しました。自分ちょっとグノシーっていうやつ見てるんで、それがちょっと反応しちゃった感がありますね。ああ、今のあそこやればよかったかな。で、ダブルロックを外す。よし。いいぞいいぞ。ここまで来てあれが仕事してますね。よっしゃ、もうクリアですね。よーし。まあここは頭を使うだけでしたね。ちょこっと頭を使えば楽でした。まあ、ここまで来るとちょっと難しいだろうね。うん。今回はそんな殺しはかかってきませんね。うん。ちなみにちょっと今、たこ焼きを食べながらちょっとやってますね、自分。で、できませんよ印。できませんよ印の、まあ、ハンバーグ。ハンバーグじゃないんですけどね。で、これは消えるから大丈夫と。で、ここはできます。で、できます。で、横やります。で、こっちやります。で、ダブルロック開きます。これ上上がってくる。上上がってくるよね。うん。だから、で、ダブルロック。開きます。ああ、そうなっちゃう。そうなっちゃう。で、ダブルロック開きます。で、あと1個。これで開きます。これで OK。よーし。まあ、どうしたんでしょうかね、今回は。殺しにかかってきませんね。どうしたんでしょうか。ネタ尽きたんでしょうかね。まあ、ネタが尽きたとしか言いようがありませんね、今回は。今回サクッと終わらせちゃいましょうか。で、ここに来てまた初見殺し。ちょっとこれ浮いてるやつがちょっと邪魔だな。本当に邪魔だな。で、リンクできませんよ印。
で、横しかリンクできませんよ印のハンバーグじゃないけどね。で、もう一で、彦丸はこうだ。うん、今回はすごいまずいな。あっ、殺し来たな。殺しが来た。ここでようやく殺しですね。はい、初見殺し。見事なの初見殺し、ありがとうございました。まだありがとうございました、済む話ではないということで、もう少しだけやります。まあライフ1個減る覚悟でやっていますので、今は完全にこれ罪ですね。うん、これはもう完全なる罪と言うべきを得ざるを得ませんね。完全なる罪を言わざるを得ない状況です。はい、残念でした。あ、もう一回やったく、もう一回やったな。やっても意味ないしな、そこ。まあ一回やる覚悟でいくか。で、今度こそ残念でした。3回追加し、やんない。もう一回やるからいいっちゅうの。まあ短く今日は終わるつもりだから、今日は。今日はあんまやりません、はい。まあ予告ですけど。そんなにやりませんよ。一応言っとくと。うん、全然進みませんね。うん、ただポン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 見てるだけで全然進まない。うまくやればこれいけるんですけどね、運が悪いんだか。まあ自分の運が悪いだけなんだか、これは。あ、罪ですね、はい。もう完全なる罪、完全なる罪が来ました。もうここからもう殺し、殺しが来ました。これはガチの罪ですね。ガチの罪です。ね、むずい。普通にここからもう普通の殺しと言わざるを得ませんね。もうこっからパズル要素が、こっからちょっとね、アングリーバーズ並みに難しい難易度になってきましたね。面白くなってきましたね。うん、まあやっぱロビオさんはこうでないとね、やっぱり面白くはありません。うん、まあ建築はこうでないとっていう CM がありますけども、それと本当に同じです。それと本当に同じで成り立ちます。まあ、ロビオさんはこうでないとっていう CM も、まあ、できたらいいのにねっていうね。まあ、自分は望みませんけど、そういう CM は。えぐいから。えぐいから望みません。それだけ。よし。これはまた罪ですね。うん、もう完全なる罪。ありがとうございました。これ下まで届かないだろう絶対。で、このギターね、なんだっけ。
こで。忘れましたね。忘れました。はいはい、どうございました。むずすぎるって、ここだけ。ここだけちょっと本当に難しいですね。まあ、次で最後です。次でも最後です。あ、10分いいでしょう、もう。だいたい10分くらいで収まるのがちょうどいい長さなんで。このシリーズは。だいたい10分で収まるのがいいんで。わかりました、わかりました。いやー、それはわかったんですけどね。はい、我慢できません。もう我慢できない。もう無理やりクリアしちゃおう。もういいです。もうクリアしちゃいましょう。もうよし、短いけど今日は終わろう。ここが難しすぎた。ここがま、マジで難しいな。楽しんでる。評価いいです、評価はいいです。ダイソン来た、ダイソン来たし、ここなんか簡単そうだな。まずここ参考クラド。あー、鼻が詰まってるな、鼻が詰まってる。ここ適当に置こう。ここはもう適当に置いちゃえ。適当に置いちゃえっていう表現は良くないけどね。よし、ダブルロック、ダブルドッグを外す。ちょっとやばいな。おし。よーし。これハイヤーストーンなのか。見えないんですけどね、そんなには。よし、これでクリアできなかったら終わろう。これでちょっとクリアできなかったら終わろう。なんだこれ。まあいいよ、気にせずやろう。ホトトギスちゅうことやっていこうか。あ、落ちてくるってことか、これ。なるほどね、そこにちゃんと計算しなさいよっていうことが。ああ、自動的に落ちてくる場合もあるんですね。わかりました。まだ楽ですね、まだ全然楽です。
よし。で、計算して含むかが。で、こう。うん。よし。ほとんど残骸で残ってるな。で、よいしょ。これはきちっと計算をしないと積みますよっていうことですよね。これは難しいわ、普通に。まあ余裕だろうね、これ。これ計算苦手な人は本当に苦手じゃないのかなって思うけど。あ、二つ多いよ。で、コンボ。さらにコンボ。よし、終わったね。よし。ギター奏者ってそんなに強いんですかね。あんまり楽器の力は強くなさそうな気がするんですけど。17分もやっちゃってる。今度多くなったな。今度多くなったな。これはきちっと計算しないとダメゲーですね。これは普通に悩むな。おお、めっちゃコンボしてる。そんなに意味ないけどね。ノー。こうだな。あーく、多いな。よしよしよし。うわ、多くなってきた。まずい。積む。積んだらこれ本当にガチ終わりなんで。この2つがちょっとまずいんだけども。よしよし、めっちゃつないでる。いいですね。めちゃくちゃいい。え、星はこうだな。王冠ないな。じゃあ適当につないじゃえ。
適当に繋いでしまえちゅうことで、もうクリアしてるから何も心配がない、もう何も心配もないです。クリアです。よーし、あそこの面が難しすぎたな。よし、39で終わろう今日は。ご視聴ありがとうございました。